皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。今回はですね、カズマさんプレゼンツ、前々から軽スポーツカーが欲しいなどとほざいてたわけですが、確かに前回もですね、動画を1本上げてですね、うん、まだちょっと違う車種も乗ってみたいなと、うん、前回の動画全然動画ちゃうしなあれはあれやろ、まるまる1本ほんまは動画としてアップするつもりが、うんうん、エンストしまくって動画どころではなくて動画にならへんかったやつやん。そうほぼリベンジしたいなと思って、うんうんうん、なるほどね。軽スポーツカー借りてきました。そういうことやったん。そう、後ろにあるんですけど、うん、今回はですね、この軽スポーツカー豪華2本立てということで、行くねエンストしまくったけど行くんや、これでしかも2本豪華2本、1本も取れへんかったのに一回さ、うん、2人であの伊勢神宮行ったやん。行った。インストしまくりっていうサムネのやつ、うん、あれはまだ2人おったからな、笑い話になるけどな、うん、今回1人でしかも2本やからななかなか鋼のメンタルじゃないと無理やそう今回ですね、走破する国道、国道なんや今回も。ただのドライブ2本立てじゃないんや。ドライブ2本立てではない、国道シリーズということで、はい、国道2本立てでいきたいと思います。なるほど。1本目がですね、国道42号こちら、和歌山県から静岡県浜松まで、結んでいる国道で、海沿いをこうぐるっと行ってですね、途中でなんかフェリーに乗ってあの渡る区間がある。そのフェリーの区間も国道に認定されてるらしい。へえ。そういう道があるんで、うん、それがまず一本。え、フェリーって時間あるで。確かに大丈夫なえ、今回何泊なん。特にないんすれの決まりは。回数時間があるから。あ、そっか、レンタカーやからな。そう、うん、3日間、うんうん、一応借りてるんですけど、うん、3日目の最後の19時に返さないといけないので、うん、まあ実質2日ぐらいしかないかなっていう感じなんですけど、うん、絶対無理や2本目がですね、長野県から福井県までを結ぶ国道418号、うん、これはですね、日本三大国道の一つ、最後の一つです。今まで425、439と来て、え、308号線は？あれは近畿の三大国道。あー、めっちゃあるやん無限にあるやんそれいやでも日本の三大国道はもうこれで終わりやん、ね、なるほど、リスが行くわいつか行くわということもし無理やったら、あ、もし無理やったらな、オートマのスポーツカーで行くわあ、それもまた楽しいよ、セミの空いてるということでですね、なるほど、そちらの2本立てをお送りしたいと思います。はい、今回何を借りてきたかっていうのと車の紹介をね、簡単にしていきたいと思います、うん、はい、はい、ちっちゃカー君がこれでかいんか車がちっちゃいんか分からん、なんかトリックアートみたいになってるこれは車がちっちゃいですね。だってカー君が膝立ちしたらほぼ高さ一緒やで、車と。ほんまよすごっ、低いや、カー君がでかいなこれ違うで、違う、身長じゃない、横にということで、今回借りてきたのがコペン、うん、GR スポーツです。うん、この車ですね、基本的にはコペンなんですけど、 GR スポーツっていうの何かっていうと、トヨタのなんかブランドみたいな感じで、うん、トヨタと共同開発したコペンです。なるほど。はい、正面結構なんかいかつい感じの、うんうん、釣り目やの狐みたい顔になってるんじゃないかな。ここに GR スポーツって書いてます。うん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 、盛りだくさんやん今回。盛りだくさんやね。え、すごいん、やっぱりスポーツカーのエンジンルームって。いや、見たことない、傷もない。あ、もう開け方がわからん、まず。あ、じゃあ無理やん、もう。うん、あ、まあ、なんてコメントしたらいいんですか、こういう場合。なんか、人間の腸って感じ、うん、ホイールが BPS っていう、これ有名なホイールのメーカーらしくて、うん、これが純正で付いてると。へえ。トランクいきます。はい、トランクちゃうやん。だってここ開いてんもん。え、え、え、何？なんでここ開いたん？給油口開けたんやん。あ、給油口開けたんや。やば。開いた、開いた、開いた。開いた、開いた。見覚えあるかと思うんですけど、うん、コペンのトランク。覚えてる。ここしか乗らへん。そう。荷物。ここには屋根があの、うん、収まるスペースなんで、まあ屋根。この状態の時は乗せていいけど、うん、オープンにする時は開けといてくださいねっていうやつ。まあ、閉めた状態で言うとトランクはまあまあ広いのかなと思います、うんうんうん、はい、
このハンドルもね、なんかモモっていう有名なハンドルのメーカーみたいで、これも純正でついてます。うーん、で泉さんが今その座ってるこの椅子、椅子、これもレカロシート、うん、純正で入ってます。確かにこれすごいな。すごいよな、スポーツカーって感じやな、この椅子。スポーツカーって感じするよな、うん、これカーナビついてるやん。カーナビついてんねん。今まで乗った中でカーナビついてるのなかった。なかったな。カーナビついてるの割と嬉しい。割と新しめの車なんでね、テンションもぶち上げでございます。確かにめっちゃ良さそう。これこれめっちゃ良かった。ちょっと乗ったけど、うん、やっぱめっちゃいい。どこがいいかはまた走り出してからお話ししたいと思います。確かに。なんといってもね、オープン、うん、オープンちょっとやりますね。やってみて。なるほど。これ手でやらなくても自動でできるっていうのがまた嬉しいポイントという感じで、うん、今回はもう実際にオープンしちゃったよね。で出発するん？いや出発はしひんちょっと郊外の方に行ってからえ、そうやな、うん、オープンしたいなと思ってます。ということで、今ですね、和歌山城天守閣からお届けしてたんですけど、ここから、国道42号走破の旅をやっていきたいと思います。なかなかいいお城でしたよ、和歌山城。ああ、これね、駐車券がもう激ムズですね。こちら、県庁前の交差点、ここをですね左に曲がって、ここから国道42号スタートです。田辺方面、田辺までは96キロということで、途中ですね、あの潮の岬、本州最南端の地があったりとかですね、なかなか見どころの多いポイントなんじゃないでしょうか。今回もいい戦いになりそうですね。今回走る国道42号なんですけど、これ総延長が522キロあります。これね、過去国道シリーズの中でも結構長い方なんじゃないかなと思うんですけど、果たして、何時間かかるのか、そしてエンストは何回するのか、こちらもですね見どころでございます。和歌山市内だけでもなかなか、汗が滴るような戦いなんですけど、もうすごい汗出てるもんな、さっきからブオンブオンしすぎて。はい、スムーズなシフトチェンジ、スムーズなシフトダウンを見せて、こちらの交差点を白浜方面左車線へって書いてあるんで、多分左車線にちょっと OKOKOK。 ここカーナビあるのめっちゃ便利。カーナビあるだけでもう全然違うもんな、心のゆとりが。割とね、この頭のメモリーをシフトアップシフトダウンに6割型いや7割型使ってるんで、その他のことがままならない状態ではあるんですが、もうちょっと運転したらなんか慣れそうな気もするねんな。ちょい坂道&ちょい渋滞、これ一番危険なパターン。これはなかなかシビアなシフトワークが求められる。今回ですね、このコペン GR スポーツを借りて、大阪からですね和歌山城ぐらいまで、乗ってみたんで、すごい乗りやすい。こんなこと言うの申し訳ないんですけど、すごく今まですごいエンストパラダイスしてたのは全部車のせいなんじゃないかなって思うぐらいのね乗りやすさなんですよ。何が違うんかなって思ったら、普通にシンプルに年式が新しいっていうのが原因じゃないかなと思うんですけど、1速と2速がすごいパワフルというか、1速と2速でしっかり走れる感じになってるんですよね。直近で借りたのがね、ホンダのビートっていう車種やったんで、その車種のことしかあんまわからないんですけど、ホンダのビートは1速で走るっていうのがなかなか難しいというか、1速
はもう発信しだしたらすぐ変えないといけないぐらいのギアで、2速も多分そうやったんですよね。ただこれ2速のまま結構走れるんで、なんかそんなに慌ただしくないというか、めちゃくちゃ乗りやすいですトータルとして。それか運転技術が上がっちゃったのかなっていうところもね、まあ、否定はできないですよね。困るな。これ今2速なんですけど、これ2速でねこう普通にグーンと進むんですよね。離してもなんか嫌なエンジンブレーキのかかり方じゃないというか、スムーズにスーンとエンジンブレーキがかかるような感じなんで、こうならない。ということで、ただいまの時刻は15時20分、和歌山県御坊市、御坊市を走っています。だいぶね運転してきました。およそ2時間ちょっと経ってるんじゃないかなとは思うんですけど、まだ御坊市ということで、結構ね和歌山市からこの白浜、南紀白浜あたりまでは割と街が続いてるっていうような感じでですね、15時22分、稲美町入りました。稲美町はなかなかね馴染み深いというか、思い出深いというか、1台目の軽バン DIY してる動画がねだいぶ前に上がってるんですけど、1台目の軽バンをね制作したのがこの稲美町ということで、なんでこの稲美町でね軽バンを作ることになったかというと、 DIY が可能なガレージみたいなのがね当時探してたんですけど、この稲美町にしかなくて、その時かなりのペースでねこの稲美町には通ってました。多分ね下道で来てました。下道で来てた時もあれば高速で来てた時もあるんですけど、まあ、どっちにしろ大阪から言うとね結構遠いんですよ。結構距離があるんですけど、そこをね通って、だいぶ馴染み深い町になりました。この町はありがとうございます。稲美町の皆さんありがとうございます。昼ご飯食べてなかったんで、ちょっとここでご飯食べます。あー綺麗、なんやここ。ということで、ただいまの時刻が15時57分なんですけど、今お昼ご飯を食べ終わってですね、ちょっといろいろね調べてみたところ、伊勢湾フェリーっていうらしいんですけど、42号のフェリーが、所要時間がね60分で、最終の便が17時40分なんですよね。これもう到底間に合うはずがないとおっしゃっておられるんですけど、ちょっとここどうしたものかっていうところでね、まだ白浜にも到達してないんですよね。じゃあ再び美しい和歌山の海を見ながらドライビングしていきます。走りたい気持ちはめっちゃあるっていうか、ずっとこう運転できそうなぐらいのね楽しさなんですけど、なんかねシートが合わないのかと、背中のなんか付け根みたいなところがねめっちゃ痛いんですよね。こう両端を持って引っ張られたような、こうペアって引っ張られたような痛みなんですけど、この交差点を右に行ったら白浜、左に行ったら42号ということで、新宮串本方面に、向かっていきたいと思います。で、ね、普段ならあんま気にしてないんですけど、すごいちょっと坂道なんです。危なかった今、あーペーストするところやったぜ。ただいまの時刻はですね16時44分、和歌山県白浜町入ってます。白浜町もうちょっとで抜けようかなっていうところですね。張り付いてるんじゃないかなっていうぐらいの、こんなカーブもねすごいグインと曲がってくれてね、
これは山道とかで行ったらもう楽しすぎてね、爆発しちゃうんじゃないかなっていうぐらいのすごい楽しさです。明日の朝乗るっていう選車やんな。もちろん車中泊。関節とか1個なくなってんで多分。ボンネット。野宿やん。運転はどう？運転めっちゃしやすいこれやっぱり。けどエンストしてたやん。エンストは したけど。お別れするとき。お別れするときもしたけど。坂道で。駐車料金のお金払うとき100円玉頭に当たってたよな。100円玉どっか行ったまま出てこへんなった。低すぎて届いてなかったやん。そう。俺そんな顔危なかったっけ。顔が大きいからか分からんけど目がめっちゃちっちゃい。この僕太ってましたっけ。じゃあオープンします。お、開いた開いた開いた。じゃあ出発するよ。あ、またやっぱ景色が違うな。開けたらめっちゃ気持ちいい。え、もうずっと開けて走りたいぐらいの気持ちよさや。すげえオープンか。ただいま時刻が17時13分。まだですね、和歌山の白浜町ということで、車体オープンカーになりました。やっとオープンにすんのかいというところでね、やっぱりねまだ交通量の多いところでオープンにする勇気がなかったので、ちょっと、白浜越えたぐらいでオープンにしちゃいました。あー、めっちゃいい。ちょっと道の駅寄ってみようかな。なるほどなるほど。これどっか立ち寄るたびにオープンしたりとか閉めたりとかしないといけない感じですね。荷物だって野ざらしになるもんな。盲点やった。アイスコーヒーとロールケーキを買ってきました。ここの道の駅で。うわー、めっちゃ冷え。17時37分、和歌山県白浜町。え、白浜町長っ。いやー、オープンカー、またオープンカーにしちゃいました。ドリンクホルダーが後ろにありすぎて肘が変な角度になってる。いや、なんかオープンカーでこうまったりゆっくり走るっていうのもまたいいですよね。本当に最高ですね、これは。生まれてきてよかった。なんか夏の夕方っていう感じがする。うわ、めっちゃいいやん。窓開けてもいいやん。窓開けたらよか。うわ、あ、なるほどね。窓開けたら結構ぬるい風が入ってくる。なるほどなるほど。外気が結構入ってくるような感じですね。ちょっとトンネル、また長めのトンネルなんで窓一回閉めます。忙しい。体勢を低くして対応、ということで和歌山県すさみ町に入りました。白浜が終わって、ただいますさみ町ですね。17時43分。串本までは42キロということで、とりあえず一旦潮岬で夕日を見たいなっていうのがあるので、串本にねとりあえず行きたいと思います。わー、虫の鳴き声とかもダイレクトにこうダイレクトに来る感じがすごいいいね。匂いが分かるのまた新しいな。ドライブで匂いが分かるっていう外の、これいい。
海の匂いとね、あと緑の匂い、これ合わさってね、すごい懐かしい気持ちにさせてくれるような、そんな匂いです。海沿いの田舎町っていう感じかな。18時25分、和歌山県串本町でございます。まっすぐ行ったら42なんですけど、右に曲がって潮の岬の方に向かっていきます。着いたんじゃない？これは着いたんじゃない？南紀熊野ジオパークセンター、あれ？ここなんかな？石像があるんで、多分そこやと思うんですけど、潮の岬本州最南端ということで、ただいまの時刻が18時40分。特に用があったわけではないけど、とりあえず到着。いい景色だね。気持ちですね。いつもの軽バンとかね、ノアに乗ってる時よりもちょっと窮屈なので、降りて歩きたい気持ちが強いです。いつもより。これはね、景色がどうとかっていうこともあるんですけど、腰と足のリフレッシュを兼ねて散歩しております。ここから、伊勢に向かって走っていくんですけど、ちょっと本日の宿を先探さないといけないな。登るか登るか登るか、登ったー。あれは何してるんやろ、あれ何作業中なんやろ、あのポーズは。ここがベスポジなんや。行ってくるね。あっち側がね、ややオレンジになってるんですけど、あっちやったんや。こうやって見るとキュートな見た目してるな。オープンカーって何時まで可能なんやろ。オープンするか迷うな。ただいまの時刻が19時ちょうどですね。潮の岬を出発して、再びですね、国道42号に戻ります。いろいろ考えたんですけど、日が暮れるまではオープンにしようと思いました。ということで、再びですね、国道42号に戻ってきました。ここからはですね、那智勝浦で新宮を通って三重県の方に向かっていきます。そろそろ締め時やと判断した、っていう感じでですね、和歌山県を抜けたら三重県に入って、フェリー乗り場がね、鳥羽なんですけど、本日宿取りました。伊勢市で取りました。三重県の伊勢市で宿を取ったんで、とりあえず今日の目的地はそこという感じで、何時に着くんやろ。今串本町なんですけど、いわば折り返しポイントみたいな感じなんですよね。え、伊勢までだいぶかかるんじゃなかろうか。地図見てるだけなんですけど、ざっと4時間ぐらいはかかりそうな気がするんですけど。紀伊半島でかっ。19時58分、神宮市に入りました。なかなかの道のりを見せつけてくれてるんじゃないでしょうか、国道42号。ここからはもうメンタルとメンタルの戦い。うわー、厳しい。今思ったら神宮市で泊まっても別に良かったなって。伊勢まで行く必要あったんかなってちょっと思い出してきてるんですけど、ここの橋で三重県入るかな、三重県入るかな。三重県に入りました。20時10分、やっと三重県入った。車
車はねやっぱ運転しててめっちゃ楽しいんですけど、それを上回る過酷さというか、それを上回ってくるこの道のり半端やないじゃないですか。ウミガメ公園、なかなか厳しい状態が続いて、あ、やばい、それはやばいわ、パンティーすぎる。え、ウミガメの水槽とかある、すげえ。見せ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 、見に行こう。見えるかな、どこ、あそこ、ウミガメ。予約してる伊勢のホテルまで3時間。なんで予約しちゃったの、なんか早まった。カワ君ってホテル先見つけること多いよな。うん、キャンセル、キャンセルしたらキャンセル代かかるやん。じゃあ今電話していつも言ってる、うん、間違って予約しましたって言ったらいいやん。いつも言ってないそれ。いつもカワ君の断り文句言ったらいいやん。いつもめっちゃダダこねてるみたいな言い方すんのやめて。1時18分、この矢野川峠かな、峠に入りました。やっぱりこの車といえば峠師ということで、峠師よね、峠師ちゃうわ、何峠師って。あ、今ちなみに熊野市です。峠を楽しむ余力が残ってないかもしれん。クラッチ踏む方の足なんかピキってるわ。21時33分、尾鷲市ですね、尾鷲市役所があるところに到着してしまいましたよ。なんかラーメンとか食べたいんですけど、すき家か、違うな、なんかこの交差点425号の終わりの交差点やん。こう左からこう右に来たところや。それをですね、今日はまっすぐ行こうと思います。クロス、クロスしちゃいますね。ということで、三重県の多岐町なんですけど、今ね、この42を走ってるんですが、今回はですね、三重県の伊勢市にホテルを取ってるので、この上の看板をね、見てもらうと分かりやすいんですけど、左にまっすぐ行くと、津松坂で、右に行くと伊勢っていう感じでね、ここをね、ちょっと右に行って、本日はね、お宿にちょっと宿泊の方をねしたいと思います。開いてないや。食べる台がない。ただいまの時刻が11時5分、ようやくホテルに到着しました。かなり運転したんじゃないでしょうか今日。おはようございます。ということで、ただいまの時刻が7時35分。これはやばい、フェリー間に合わないんじゃないの。準備ができてですね、ただいまの時刻が7時48分、こちらのホテルに宿泊しておりました。鳥羽港を目指して出発したいと思います。なかなかの坂なんですよこれね。ということで、ただいまの時刻が7時53分。悲しいお知らせ、朝一のフェリーに間に合いませんでした。もうあと30分早く起きてればっていう感じだったんですけど、朝一のフェリーがね8時10分発なんですよね。今7時54分ということで、ほんともうちょっとやったんですけど、これ間に合わないということでですね、その次のフェリーが9時半なんで、その9時半のフェリーにね乗っていきたいと思います。あー遠いな、道
30分で、はい。お車は橋田右側の6番の先頭へ止めていただいて、はい、わかりました。1分2回で買ってください。はい、どうぞ。切符はね、2階で購入するということなので、2階に上がっていきます。わー、いいな。や、結構やってる店。これは嬉しい。フェリーのね、乗船券を買ってきました。ここ三重県鳥羽市なんですけど、すごいなんか鳥羽市好きかも、懐かしい気持ちになるような、そんな場所です。あんな感じで、山の上にホテルがあったりするような場所がね、たくさんありますね。いいなぁ。軽自動車1台で6400円ということで、ドライバー1人込みの値段です。いよいよ乗船が近づいてきました。よし、ということで、旅を今から楽しんでいきたいと思います。伊勢湾を眺めながら優雅な船旅。これが国道っていうのがすごいね、信じがたい事実なんですけど、優雅な船旅を送らせていただいております。特別室になってて、別途料金を払うと入れるルームでございます。まさかこの国道シリーズで船に乗る日が来るとは。やっぱ船旅っていうのはいいですね。陸とは違った良さがあるというか、海からこうやって眺めると結構いろんな島があってね、船がないといけないんでしょうけど、行ってみたい島々ですね。これ完全に離島なんですけど、めっちゃ街やん。だいたい1時間ぐらいの道のりですね。ここまでを振り返るとね、
ね結構まあ総じて長旅であったことは間違いないんですけど、だいぶねいいドライブができたんじゃないかなと思います。ほぼねこの海沿い太平洋側をぐるっと一周するようなルートで、まあ海が見えたりとかね、まあ寄ってないんですけど伊勢神宮とか、鳥羽とかね、そういうところも寄れて、そしてさらにフェリーにまで乗れるという素晴らしい行程、すごく時間がかかるんでね、まあ、2泊ぐらいしてもいいかなっていう感じではあります。1泊やとねどうしてもかなりせかされるというか逼迫した戦いになるのはもう間違いないんで、なんせね、まあ、500キロも超えてるという道のりなんで、これはあれなんかな、船の区間も合わせて500キロ超えてるっていう話なのかな、多分そうやと思うんですけど、わあめっちゃ綺麗、海です。全行程を通してねそんなにとびきり交通量が多いわけではないんですけど、まあ、強いて言うなら最初の和歌山から、白浜ぐらいまではそこそこの交通量があるんですけど、それ以降はね全然交通量も少なくて、こういう道とかもねだいぶゆったりドライブできるんじゃないかなと思います。11時27分静岡県湖西市入りました。あともうわずかですね、もう静岡に入ったということはもうわずかで国道42号が終了しようかと思っているところなんですけど、1号のバイパスに乗れる。で、まっすぐ行くと42号。まっすぐ行きます。国道42号が終了しようとしております。ただいまの時刻が11時32分。宿泊も含めてなかなかの所要時間であったんではないでしょうか。交差点で国道42号走破達成ということで、ここからは417号になっております。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。大変長らくね僕の国道42号走破の旅にお付き合いいただいてありがとうございます。所要時間などをですねまとめてこちらにドンと記載しております。ありがとうございます。まあおおよそ24時間23時間ぐらいかなかかっているんではなかろうかというところでですね、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。あ、鳥の声いいね。鳥の声青や。今日見苦しいところをお見せしてしまいました。